はい、ヒロミです。今回から、バンジョーカズイン大冒険ガレージ事件やっていきます。はいはい、ちょっとは、初見プレイなんで仕様があんまりよく分かってないんですが、初めからしか選べないのか。じゃあやっていきましょう。ほうほう、なんだ。ああ、まあまあ、なんか壊してしまってもそのもう一つ持って戻せるものがある。その場合、画面に X が表示される。はい、ゲームワールドの尋常。はいはい、ああ、ここあれだね、くるくる山のふもとですかね。バンジョーの家が、おお、やっか、昔昔勇敢な熊のバンジョーとやかましい鳥のカズーイ、そして魔女のグランチルダがいました。グランチルダにさらわれたバンジョーの妹を助けに、バンジョーとカズーイは冒険の世界へ。さまざまな危険も顧みず、ついにグランチルダを倒しました。しかしグランチルダはとてもしぶとい魔女、封印からよみがえった時も誰も驚きませんでした。我らがヒーロー、バンジョーとカズーイは再びグランチルダに立ち向かいます。この対決でグランチルダに残されたのはなんと頭一つ。それから長い年月が流れ、くるくる山は平和そのもの。あの熊と鳥、そして魔女は今頃どうしているのでしょうか。普通になんかこ、あのナレーションが入ってんけど、はいはい、なんか1個で、2、大冒険2から8年後の世界っていう設定ですかね。なので、めちゃくちゃ平和なんで、そう、なんかもうめちゃくちゃもうなんかもう背景が残念なことになってしまってるって感じですね。ああ、あれか、2の魔女アイランドに通路かな。お、あ、これグランチルダ、見る影もないですけど、今もう頭だけの状態になってしまってるっていう、ちょっと2の最後でちょっとトラウマ的なのがちょっとあるんですけど、まあ、それは、2の動画の最終回の動画撮ってるんで、それ見てもらうとして、わあ、ここから移動か。どう？ちゃんと、お、あ、マジか。はい。あは、はいはい。ジャンプしかできないっていう。もう。あ、しばらく会ってなかったんかな。まあまあまあ、お互い様ですけどね。キャンプしかできなかったし。ポーズ。ポーズ。お、お、お。お、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 お。あ、なんか、まあまあ、一応元一流ですけど、ロードオブゲーム、はい、なんかそういうなんかメタすぎるんですけど、もうはい、そう、なんかちょいちょいこういうメタ発言が多いんですよね、このバンガズって。ほうほうほう。あ、なんだなんだ、かぼちゃになったけど、おお。
カエル？カエル？なで？あ、よかった。はいはいはい。なるほど。よーい、スタート。どう考えても無理だもんな。はい。あ、これあれかな、強制敗北っていう仕様なんかな、多分。今日マジでちょっと読めないんだよな。あ、これ今日元に戻ったって感じかな。グランチルダさんはグランチルダさん元に戻ったらダメな気がするけど、おおおお、それは元に戻ったのか。そう、あ、これはなんか、デモ映像になったやつか。デモ映像の動画上げてるんで、それを見てもらうって言って。あ、本作は、バンカス入国があって、結構なんかアクションゲームというよりか、これなんか、仕様が違うっぽいですよね。はいはいはい。トロフィー4つに1つ、はい、なるほど。ちなみに、完全に初形プレイになるので、まあ、今までみたいに全クリを目指すというよりかは、ちょっとまあ、楽しんでやっていこうかなって感じですね。まあ、とりあえずクリアを目指すっていう感じでやっていきたいと思います。はいはいはい、レッツ世界に行くと、わー、あ、なんだ、異世界の住人。あ、まあ基本的になんかこのバンカツの世界線でこういうなんか異星人っぽいのしかいないんですけど、基本的には基本的になんか人、今のはちょっと人間っぽいな。あ、なんだドタンバタウンか、はい、原工場ジグソーピースも、はい、あ、まあまあまあ散々やってきたからな。なるほど、はいはいはい、あ、はいはいはい。なんだ？なんかめっちゃ吹っ飛ばされたけど。
あ、こ、わあ、怖え。化け猫じゃねえかよ。はいはい。あ、バンバンボ。これ結構自動セーブなのかな？うん。うん。それを選ぶ。あ、ここに置けってこと？で、B を押して車輪を選ぶ。これか。
うわ。4回したってことか。おい、はい、一番上のやつか、スタンダード。バンバー動力からエンジンをやる。オーケー、ガンバーガンバー。はい。うわ。ベッカー。うん。はい。この文字小さいのどうにかならんかな。読めないんだよな。はいはいはい。ほーい。なるほど。クラム。はい、ちょっと調べて、操作方法、それで操作方法が分かったんで、行きましょう。
あーこれ何なんだろう。で今回はここの辺で終わりにしようかなと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。こういう操作できるんだ。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。よろしくチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではバイ。